やばいやばいやばい。ちょっと待って、早く早く、急いで。はい、こんにちは。今日はね、今一人で伊豆ヶ浜に来てカメラ回してるんですけど、まずは、こちらご覧ください。ナブラナブラナブラ来ました。初めてナブラにこと汁は入れたわ。あ、確かに。あ、出てる、あそこ。あ、ずっと向こうへ、移動するってこんな感じなんですね。はい、これ前回ウィークリーエンズヶ浜でナブラが出た時のキラ君のカメラアングル、やばないですか？やばいでしょ。いや、このウィークリーを始めたっていうのは、やっぱりこのナブラの中にルアーを入れて釣るっていうところを収めたくて、多分それが見たくて見てくださってる方も多いと思うんで、それでこれはあかんやろっていうことで考えたんですけど、今日はヒラ君のカメラ筋を鍛えるようなトレーニングを思いついたんで、ここに呼び出してるんで、ヒラ君をしごいていきたいと思います。よろしくお願いします。パワハラじゃありません。はい、のこのことやってきました。一応ね、昨日の夜の段階で動きやすい格好で来いとだけは伝えておいたんで、多分めちゃくちゃ警戒 しながら来てるはずです。ありがとうございます。いや、来てくれた。動きやすい格好、ああ動きやすくて汚れてもいい格好。まあ、その汚れてもいい格好で森高パーカー来てくるあたりがやっぱヒラ君って感じやな。まあ全然いいんですよ。はい、というわけで今日は何するか分かります？なんか動きやすい。いや、以前のナブラの時の映像、はいはい、心当たりあるんじゃないでしょうか。カメラアングル、ブレブレの、というわけで今日はいざナブラが出た時のためにヒラ君のカメラ筋を鍛えて完全な状態でナブラを収めれるようにしようっていう企画です。マジっすか。はい、というわけ、まあ、あの時ちょっと機材リュックと一眼と長い、その言い訳の時だけ饒舌になるのやめて。長いっす。はい、というわけで いくつかね、まずはそんなに今日はきつくないで、仮に今日トレーニングしてダメだった場合はどんどんきつくなっていくんで、はい、合格すれば、それはでもナブラが出た時しか答えが分かんないんで、それに備えてのトレーニングになるんで、じゃあやっていきましょう。なんか嫌そうですね。マジっすか。はい、最近ちょっとあんま運動不足なんで、だからその言い訳が長い。というわけでやっていきます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで1種目目は心肺能力の向上 と、カメラの静止安定性能を培うために体幹を鍛えるための砂浜カメラ持ち 50m ダッシュ10本で、一応先ほど向こう の 50m 地点に印したんで、そこからこっちに向かって10本走ってもらいます。マジでやるんすか。いやー、これはね、やっぱりいい映像を撮るためには時にはしんどいこともしないと。というわけでスタート地点に向かってください。手を挙げたらスタートしてもらったら、一応その意識してほしいのはやっぱカメラぶれないように、あ、ちょっと胸張って固定して、はい、そんな感じで、はい、よろしくお願いします。お願いします。いきます。魚盗んだカッパが走ってってるみたい。はい、というわけで、50m 地点についてもらいました。一応ね、もしキラ君が走ってたらナブラが出たと思って釣り人が集まってくると迷惑をかけてしまうんで、一番釣りが勝手にスタートしてきた。はい、1本目。はい、帰りは呼吸整えて、はい、早く前半飛ばす、前半飛ばす。はい、2本目。
いや、体幹、体幹意識して、体幹、ブレてる、ブレてる、ブレてる。はい、2本目。もうしんどい。 OK。 もうしんどい。 いや、はい、呼吸整えて帰りは。いや、これ何してるんでしょう、本当。これ、あの、無理やりやらせてるわけじゃないんで、本人もね、やっぱあのアングルのこととか結構気にしてたんでね、どうもね、まあ最初なんでしょうがないかなと思ったんですけど、やっぱりいい映像を届けるためにはノーペインノーゲインの精神でこれからもやっていこうと思います。次が8本目かな。だいぶ乳酸が溜まってきている様子です。ダッシュダッシュダッシュ、ラスト10、追い込んで、ブレてるよ、体幹意識して、はい、ラスト2、8本目終わり、はい、呼吸整えて、呼吸整えて、早く行って。いやー、これね、あの、もう8本終わったから、ガチでダッシュしてます。あの、これ、周りから見たら何してんねろって感じで、いやー、いいっすね。このダッシュがね、ナブラの撮影に生かされれば僕も嬉しいんですけど、現状ナブラがないんでね、あの、明日以降どうなるかはまだ分かりません。ダッシュダッシュダッシュラスト級、最後まで抜かずに、はい、ダッシュ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 、オッケー。どう、ラスト1本残して。あが、ね、はい、どうですか。相当以上にしんどい。なんて、相当以上にしんどい。相当以上にしんどいってどういうこと。もうちょっとね、余裕でいけるかなって思ってたんですけど。あ、はい、はい、呼吸整えて10本目、はい、いきましょう。はい、ラスト、ラスト出し切って、出し切るつつもカメラブレたあかんで、体幹意識して、胸張って、肩甲骨締めて、あの、思いつくこと言っただけなんで実際は分かんないですけど、いや、もう戻り方が魚盗んだカッパなんよ。いや、海にカッパおらんでしょ。いやいいっすね。背中で語り始めましたね。やっぱきついことしないとね。はい、10本目ラスト。いや、あれしんどい、ふりしてますね。ラスト。行きますとか言ってましたけど、知らんがな。来ました、来ました、来ました、追い込んで、ラストラスト、最後までカメラ向かって、ブレてるよ、ブレてる、整えて、はい、お疲れ様です。はい、第一種目、もう終わり。いや、もう終わり。今日はね、初回なんで、まあ、あと2つぐらい、はい、というわけでどんどんやっていきましょう。もらえるんすか。いきますよ、はい。はい、というわけで1種目目終わって、次2種目目どうすか。もうくたくた、砂浜ダッシュ。もらえるんすか。はい、まあ、今日一応ね、初回なんで3種目ほど用意させてもらったんで、2種目目はやっぱり、あの、持久力と、はい、これまた体幹で、はい、で一応、あの、用意したものをあげてくれるかな、はい、これです。はい、で一応これ、あの、20リットルマックスのタンクに、10弱ぐらい、8キロとか9キロぐらいあるやつを構えたまま、さっき僕やったんですけど、多分1分半ぐらいで限界が来ると思うんで、あの、1分3セット、はい、耐久で、あの、カメラを撮るポーズで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、第1セット目1分いきます。はい、よーい、スタート。まあまあ来るでしょ。来る。いや、絵が寂しいですね。いや、まあ、まあ喋る余裕もあるしね。これね、もう地味やけど、さっきやったんですよ、僕結構来ますよ。今もう、もも裏とか、あ、割とあれやね、強いね、あの、姿勢高いもん。あ、そうか。どう、まだ余裕。意外に強いね。いや、そうなんかね、強いね。
今50ぐらい、そういうぐらい、だいたい正確。はい、ラスト5、4、3、2、1。はい、お、強い強い強い。え、余裕え、余裕、まあまあまあ。なんか僕嘘みたいになってない？2分は無理やろ。2分は無理。分のさっきの感じで1分でやめたやんか、うんうん、1分半いけんかなぐらい。あー、じゃあ同じぐらいじゃんか。同じぐらい、うん、はい、じゃあ2セット目お願いします。はい、いいっすよ。いやーね、やっぱその結構ね、カメラマンの人そのポーズでね、ずっと耐えてる時結構見るんでね大事な大事な筋力なん。いやでも2種目目で大体判明してきたんですけど、カメラ筋って体幹やんみたいな詰まるところ詰まるところがね、なんでこれなんやねんみたいなのもあるんですけど、絵が寂しい、さっきに比べたらいいや。でも喋る余裕あるっていうのがすごいね、さすが。まだ26歳。あ、じゃああと2年ぐらい肉体ピークやから、今のうちにやっぱカメラ筋をつけといてもらわないと。今のうちに。そう、普段の筋トレとはまた違う部位にね刺激が入ると思うんで知らんけど筋肉痛やってくれた、うん、いや、さっきのダッシュが、でもこのダッシュのダメージ増してきてるんじゃない？来てる。はい、お疲れ様です。いや、これちょっと失敗したかな、なんか楽そう。そうっすか。どう、だってインターバルもめっちゃ短いし、これなんならもう動画上では通しでいけるんじゃないかぐらい。今まで4分ぐらい。あ、2分やったらおかしくね2分持ってんのにいや、2分はあるでしょ。3分はまだ分かるけど、100分ずって。いや、余裕やな、これちょっと失敗したな。また練らないと。はい、というわけでラスト、はい、いきます、よーい、スタート。ラスト意識して、なんか若干なんかせこしてるんじゃないかっていう。いや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 、ちょっと見せて見せて、はいはい、見せて。いや、そんなことないっすよ。あー、でもそうか、ここね結構3頭と2頭に刺激入ってるのかな。マニアマニア。でこっち側は、こっちは、あー、テコ使って、ちょっとここ脇にテコ使ってますねこれさっき僕の方法パクりましたね。いや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 、そんなことないっすよ。これは形、あ、もうそれ何されても大丈夫っていう決まってるんで。ちょっと蹴ってもいい？なんでブレない、蹴らへんけど。そうそう、いや強い強い強い。はい、ラスト5、4、3、2、1。はい、お疲れ様です。いやー、まさかの2種目目余裕やったっすね1種目目がちょっとしんどすぎた、ね、いや、あれはちょっとね、あれはしんどすぎた。いや、もう何してんのって感じだったからというわ、はい、というわけでラスト、はい、3種目目いきましょう。いきます。はい、というわけで本日最後の種目、はい、いついかなる時カメラから離れてる時でも、はい、ナブラが出るシチュエーションがあるんで、はい、いかに早くカメラを撮って正確に構えれるかっていうことで、はい、ビーチフラッグの要領で、カメラに見立てたこの木を持っていただいて、それですぐに立ち上がって構えていただくという、この僕が構えているところに、ポーズを最後撮ってもらえれば。あ、そうですね、はい、なんでスタート地点に行って僕がナブラやって言ったら、いち早くこのカメラに見立てた木に向かって走って、もう飛び込んで撮ってもらって、すぐ立ち上がって構えてもらうという、そういう感じでやっていきましょう。はい、はい、ラスト今日は3種目目最後なんで頑張りましょう。頑張ります。いや、寝ました。ナブラや、ちょっと待って、早く早く、急いで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 、急いで、はい、構える、はい、はい、1本目、はい、あー、取りすぎた。いや、難しいから、結構難しい、うん、2本目意識して。なるほど。とりあえず今日5本いきましょう。まず飛び込む案外難しい、うん、でもやっぱそこの動作の正確性も問われるからいや、競技とか言うてもたし、筋トレとかやってんのに。ひらくんはね、その野球とか多分やったことないんでね、飛び込むっていうのがまず分かんないと思うんですよね。はい、
というわけで、ナブラナブラナブラやいいだいいだいいだ、はいはい、オッケーオッケー、いや素晴らしい、いやちょうど掴む難しい、ね、飛び込んだ時に、うん、今かなり良かったよ、マジですか、うん、まあ多分これやったことある人他にいないから良かったんかもわからんだけど、いやいやいや、ナブラナブラ、あごめんナブラ違ったわ、あ違う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 、こういうパターンもあるから、これこういうパターンもあるから、ごめんごめん、説明不足やった、そうそうそう、そういう感じ、うん、ありがとう、ナブラじゃなかったな、たまに見違える、ま、なあ見間違えるもんな、見間違える、あ ボラとかね、そうそう、今3本目には入りません、ナブラ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 、おいいいいよいいね、オッケーオッケー、ナイスナイス、いやもうでもこの後家帰るだけなんで、あと汚れてもいい服でって一応事前にお伝えしてるんで、あなんかわざ考えたかもしれない、今のねでもよかったよなんか無駄な動作が一切なかった、ナブラ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 来たね、おいいねいいよ、いや素晴らしい、いや出たね、ローリングしてるね、スピード殺さずに、いやいいよすごいよ、ラストねもうあの今日の全てをぶつけて、うん、オッケー、さあ名残惜しいし、結構これ皆さんはどうかわからないですけど撮ってる方としてはめちゃくちゃ面白いです、というわけでラストいきます、ナブラ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 や、ナブラ本物ナブラナブラナブラ、おい、いやーお疲れ様です、あはい、というわけで本日3種目はい、はい、これでねだいぶナブラ筋、ナブラ筋じゃないでカメラ筋にね相当刺激入ったと思うんで、もうこれねあの次ナブラがあって、あのもし前みたいなことがあるとやっぱりメニュー増えるよね、マジっすか、増えるしもう恒例になってくるよね、うわはい、次からもうほんま集中してそうナブラね、でも今みたいにこの瞬発的に対応できたら急に来るナブラも問題なくいけると思うんでね、瞬発力、はい、安定してと、というわけであの満足度たっぷりなトレーニングになったと思います、誰得やねというわけで本日はひらくんのカメラ筋を鍛えようっていう企画でした、はい、あの好評いただいた場合は第2弾もありますし、新メニューも加えていくんで、こういうのどうみたいなあればコメントの方とか書いていただければ嬉しいですというわけでちょっとなんやねんこれみたいな動画なんですけど、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。